はい、こんにちは。今日はプロクリエイトでアイコンを描いていきます。このハンバーガーのアイコンを描いていくんですけど、こういった左右対称のものを描くときにすごい便利な機能がプロクリエイトにあるので、今日はそれの紹介になります。で、以前ですね、違うアプリを使ってアイコンを描いてるんですけど、その時はですね、グラフィックっていう、アプリを使って描いてます。で、今回はそれとはちょっと違う方法でアイコンを作っていきたいと思います。で、そのグラフィックアプリのアイコン作成動画は、概要欄の方にリンク載せてるので、よかったらそれも見てみてください。はい、じゃあ始めていきます。まず右上のプラスボタンから新しいキャンバスを出すんですけど、今回はカスタムで、3000×3000 のピクセルで、自分で新しく作っています。正方形になります。で、レイヤーを追加して描いていくんですけど、今回使うブラシですね。ブラシはモノラインっていう、名前ですね。これデフォルトで用意されています。モノラインっていうのを選んでください。で、モノラインはですね、こうやって線の幅が一定のブラシになります。筆圧のコントロールがオフになっているので、どんだけ強く書いても弱く書いても線の幅は同じになります。まあ、アイコン書くときはこういった線の幅が同じ方が、使いやすいです。で、注意してほしいのが、ここのストリームラインっていう項目があるんですけど、これを一番最大にしておいてください。で、理由なんですけど、これ手ブレ補正ですね。0にして書くとガタガタになります。で、100% で書くと、滑らかな線が書けるので、ストリームラインは 100% です。で、次ですね、さっき言ってたハンバーガーの左右対称の絵を描いていくので、その設定をしていきます。このキャンバス設定から描画ガイドをオンにしてください。で、編集モードに行きます。そうするとですね、ガイド一覧あって、2D グリッド、アイソメトリック、遠近法対称ってあるんですけど、この対称っていうのを選んでください。で、下にですね、太さとか不透明度とかですね、いろいろ項目あるので、ここは好きに設定してもらって大丈夫です。で、できたら完了ボタンを押します。そうすると真ん中に一本ラインが引かれていて、かつレイヤーのところにアシスト中っていう風な項目が出てます。これが出てると設定が完了している証拠です。で、対象が何かっていうと、こうやってね、右のキャンバス、右半分に描くと左にも同じ絵が反映されるっていうような設定になります。で、この機能ですね、結構使える場面があって面白いので使ってみてください。なんかね、アンパンマンとかも一瞬で描けますよ。で、これを踏まえてアイコンを描いていきますね。で、私これ左側に書く方が書きやすいので、ごめんなさい、左側に書いてちょっと手でかぶさって見えないんですけど、こんな感じで左に書くと右半分のバンズも書けます。で、矢印マークでサイズとかも後から調節できます。で、全部の動画、ハイライト動画っていうのはちょっと違う動画で作ってるので、よかったらそっちも概要欄から飛べるので見てみてください。で、こういった波打った線とかも対象になってくれるので、これでちょっとレタスっぽい感じで描いています。で、直線を引くときなんですけど、直線を引くときは適当にラフを描いてもらって、グッと押さえ込みます。グッと押さえ込むと直線になって、その状態でどこかの画面をタッチすると、垂直もしくは水平の線を描くことができます。で、最後下のバンズを描いていきます。で、このアイコン作りなんですけど、結構難しいです、正直に言うと。最初私何回もやり直して、どうしたらうまく描けるんだろうっていう試行錯誤をしながらやってたので、でも慣れると結構簡単に描けます。なので何回もトライしてみてください。で、プロクリエイトですね、投げ縄ツールと移動ツールがあるので、これ使ったらですね、後から変更もできるんで、まあ調節しながら書くっていう感じですね。この上の投げ縄ツールで囲ってあげて、矢印で、移動させてあげる。そしたらですね、だいたいうまくバランスが取れます。で、拡大縮小をしちゃうと線の幅が変わっちゃうんで、拡大縮小はしないでください、今回の場合は。
で、ここまでですね、アウトライン取れたら次色を塗っていきます。と、色の塗り方なんですけど、まずレイヤーを上に追加してもらって、で、アウトラインは一番上に持ってきてください。アウトラインの下に色を塗っていく形ですね。で、一番上のアウトラインのところをタップしてもらうと、基準っていう項目があります。この基準を押してください。で、基準は何かっていうと、このアウトラインに対して別のレイヤーに色を塗っていくことができます。ちょっとどういうことか説明していきます。この下のレイヤー今タップしてます。で、色を白にとってこのまま放り投げます。そしたら下のレイヤーに色が塗りつぶされてるんですね。で、なんでこういうことをするかっていうと、別レイヤーに色を塗っておくと、この白色を後で黒色にしたいとかピンクにしたいっていう時に変更ができるんですね。で、その時にアウトラインと同じレイヤーに塗っちゃってると、アウトラインの色も変わっちゃうので、別レイヤーに塗っています。で、この基準っていう機能のもう一ついいところは、綺麗に塗れるっていうことですね。ムラがなく塗れる。自分の手動で塗っちゃうと塗れてないところがあったりするんですけど、これだともうベタ塗りで綺麗に塗れるので、ぜひぜひね、基準っていう機能覚えておいてください。はい、で、次いきます。次、シャドウをつけていきます。左半分にグレー色のベタで塗っていくんですけど、まあ、その時もモノラインっていうさっきのブラシ、同じブラシを使います。で、曲線を描く時なんですけど、さっき垂直の線を描いたじゃないですか、グッと押さえて。で、それと同じように曲線もある程度ラフな、カーブを描いてグッて押さえてると、綺麗なラインに変形してくれます。これも便利なので覚えておいてください。で、シャドウをどんどんつけて、最後装飾をつけてですね、完成まで持っていきます。はい、ということで、こんな感じで完成になります。最後ですね、これをピングで書き出したいと思います。レイヤーボタンを選択して、一番下のですね、背景色、これオフにしてください。背景色オフにして透明にします。で、共有ボタンからピングで書き出し形式ですね。で、そしてですね、今回ちょっと iPhone に AirDrop で送ってみます。で、そうするとですね、iPhone の画面にも現れてきます。こんな感じで、で、ちゃんと背景が透明な形で、送付されているので、まあ、資料に使ったりとか、すごいいろいろ使い道はあるかなと思います。で、私だったら、そうですね、プレゼン資料に使ったり、あとウェブサイトに使ったり、あとはインフォグラフィックを作るときに使ったりすると思います。はい、皆さんの用途でいろいろアイデアは広がると思うので、ぜひぜひ作ってみてください。はい、ということで、今日は以上になります。今日はプロクリエイトでアイコンを作っていきました。で、次回ですね、コーヒーカップとか、あとタンブラーとかのアイコンも作っていきたいなと思ってるので、興味ある方はよかったらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。はい、ということで、ご清聴ありがとうございました。バイバイ。